った、アインパターンですね。食った食った食った、一発できました。はい、サイズがいい、アインパターンハマってます。はい、ジャッカルとソルトスタッフの石川です。今回、九州地方に遠征にやってきました。今回狙っていくのはアジということで、今のね1月から5月の、産卵の時期に入ってるんですけれども、今の時期はですね非常にアジの吸い込みが弱くなる時期でもあって、非常に狙うのが難しくなってます。その中で、どういったルアー、どういった、誘い方で、狙ったらいいのかっていうのを今回ね紹介していけたらなと思います。では早速狙っていきましょう。はい、ということで今ね、漁港にやってきたんですけど、アジングの基本といえば、まあ、常夜灯。このね、常夜灯にですね、あのベイトフィッシュだったりとか、プランクトン、網、そういったのね、集まってくるエリアで今回やっていきます。まず、使っていく、ルアーなんですけれども、まあ、僕パイロットで使っているのが、ペケリングのインチのイソメグロクラッシュ。で、ジグヘッドは今回 1g で使っていきます。そこまでね流れの強くない漁港で今回 1g から始めるんですけど、流れの強い漁港だったりとか堤防、その場合はですねだんだんね 1.2g、1.5g とかね、そのレンジキープのしやすい、グラム数を、エリアによって、使い分けていただくと、網パターンでそのレンジキープっていうのが、しやすくなります。まあ、ワームなんですけど、まあまあパイロットで使っているワームがペケリングで、またまあ網パターンに強いアミアミで、またボリュームを上げて、まあアジのまあバイトをね誘うために、例えばタイドビートだったりタイドマックスというようなね、ラインナップを今使ってるんですけど、まあ特にペケリングだったり、アミアミっていうのは、まあワームちゃんにボリュームがあるので、ワームの沈下速度がね、ゆっくりワームになるので、まあ網パターンのようなその浮遊したワームの、動きっていうのは出しやすいので、パイロットワームとして使ってます。だアジーほら来ましたねこんな感じでペケリングでアジが食いました。アインパターンですね。表層付近で釣れましたね。先ほどね1匹釣れたんですけど、まずアクションはですね、まあ、アージングの基本のアクションをしてるんですけど、まあ、竿を立ててちょんちょん巻く、竿を立ててちょんちょんちょん巻く、これで一定のレンジをキープして、釣れましたね。レンジはほぼ表層で釣れました。アジの活性が上がったのか、またはね、あの網、プランクトン系が食ったな感じで食ってくるわけですね。アジいましたよ。ね。はい、2匹目釣れました。このパターンは一緒ですね。アインパターン。はい。ペケリングのクリアレッドフレークでいきます。網パターンなんでこのクリアレッドフレーク今から使いますね。そこまで明るめなんで派手な反射はしないから、食った、うい、メバル、メバルですはい、やっぱ網パターンでもねメバルは釣れるんで釣れました。いやもう水は入ってきてますね。ちょっと重たいもん。ちょっとこう先までこう置いて、ただでも流れはそこまで感じて、まだ
ったよ。アジだ。しかもサイズがいい、いいサイズじゃん。潮止まりからちょっと、ね、動き出して投げる方向を変えたんですけど、やっぱり来ましたね。はい、ということで移動してきました。このポリントなんですけど、非常にシャローのエリアでして、こちら除野灯あると思うんですけれども、この除野灯が結構奥まで、入ってます。で、そこまで届かせるために、まずは、パイロットとして 1.5g の銃ヘッドに、こちら、ベケリングのイソメグロクラッシュの2インチを使って、やっていきたいと思います。こんだけ浅いんで、リトリーブの中心の釣りでやっていきます。食った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 。 OK、 アジ食いましたね。はい、食いました。それで、今ね、1.5g のジグヘッドで明暗の暗の部分まで投げて、そこからかなり浅いのでリトリーブ重視の誘いで食いました。アジー神パターンハマってます。え、次はね、網網の 1.5 インチのイソメグロクラッシュ、ちょっと形を変えてちょっと反応見てみます。食った。OK、 変えた瞬間来ましたよ。網網 1.5 インチのイソメグロクラッシュで形状を変えて一発できました。はい、形変えるとアジの反応も変わるので、同じカラーでもワームの形大事になってきます。アミアミ 1.5 インチのクリアレッドホロエクでやっていきます。オッケー、アミアミのクリアレッドフレークで、さっきシャローだったエリアがね、潮がね満ちてきたんで、そのタイミングでアジも入ってきました。はい、丸飲んでんな。ちょっとレンジ入れたら食った。オッケー、来ました。またクリアレッドフレーク、ちょっとレンジ入れたら食いましたね。5カウント入れてリトリーブしてきたら食いました。このアインパターンは結構こういうクリアレッドフレークのようなシルバーのラみたいなくて、あまりこう乱反射しないカラーの方がナチュラルですぐ食ってきますね。あとはもう点発光で全体にグローっていうカラーではなくて、点発光のグローであれば違和感あまり感じずに、アジはアジとかね、メバル、このアインパターンでしっかり食ってきます。なので色付きの点発光とクリアベースのカラーっていうのがこのアインパターンでは必需品になるんじゃないかなと。今日はそのパターンがハマってて、まあ、特にこのクリアレッドフレークがハマってます。ダイナミートの2インチのクリアレッドフレークで、 1.2g
ジグヘッドでやっていきます。食った、やっぱクリアレッドフレークだ、アジだ。クリアレッドフレークとか、まあ、天発光のグロー系はこの網パターンで非常に効果のあるカラーになっているので、ぜひ使ってみてください。かなり釣れます。食った食った、 OK。 やっぱり今日はクリアレッドフレーク。網が多くなってくると、このね、あのワーム自体を大きくしたんですけど、このラメの量っていうのはワームの大きさにも比例するんで、このラメの集合体で食わせるという感じで、今ね、ワームサイズを上げて、でタイダーマックスだから吸い込み重視なので問題なく、吸い込みの弱いこのシーズンでも食ってきます。はい、お疲れ様でした。今回は網パターン攻略ということで、アジとメバルね、釣ることができました。網っぽいカラーのワームっていうのがね、非常に重要になってきました。まあ、その中で、今回、ハマったカラーとして、イソメグロークラッシュ、クリアレッドフレーク、非常にハマり、両型のアジとメバルをね、釣ることができました。網パターンは全国で、釣りをするパターンになってますので、ぜひ皆さんも、実践してみてください。